独身なう、浅川図です。はい。林啓司です。うん、あの、なんか最近、林啓司くんが家の回線を光回線に、まあ、そ<う>切り替えるっていう話を、段階<う>ジュニアなうで喋ってましたけれど。そうなんですよ。だから、そうなんですよ。ですよ。<laughs> ですよ。ですよ。全然ブレックシーな、あれ。<laughs> ですよさん。まあいいんだけど、うん、あの自分が YouTube にネットに上げる はいはい。とかさ、まあ、今、浅くんのこれ今、撮ってる収録のさ、うん、のファイルの受け渡しがね、うん。もうさ、めちゃめちゃ時間かかる時間かかるんだ、これ。いやー、これね、まジちょっと半端ないぐらい遅いもんで、うん、まずは光にせなかんな、思って。それがね、7月中旬ぐらいにその工場でやると。ええ7月の15日に来て立ち合いで、うん、まあ夜から使えるかなって感じだから、 段階ジュニアなうのじゃあ,あれだな、ライブとかも画質がよくなるっていうこといや、そうそう、画質もよくなるし、<laughs> あと、コメントのお互いの,その拾い合いも早くなるかなっていうのも。あとはまあ、うんあのね、今後、動画を、ね、出していくっていう、まあ、ちょっと林くんのこう野望もあったりするわけですけれど、うんうん、まあ、回線がそういうふうに切り替わるっていうことで、まあ、俺がなんかこのいろいろ、動画の編集の仕方やら、なんやら、教えようかなと思って、まあ、名古屋で1年ぶりに遊びに行こうかなって思って、 ってるんだけれど、ね、いやこれがさ何でいこうかな。うん っていう思ってるわけよ。お金に困ってねえんだから、別に。飛行機でも自家用接種までいえへん。これね昔ね、2012、3年の時はバスで行ったことあるんだけど、去年はね、新幹線で行ったんですよ。まあ、これはね、短席になって帰ってきちゃったっていう、あれだったんですけど。あれはまあ、ちょっと緊急だったからな。ほぼ、救急車状態だからな、あれは。でさ、ほら、去年か、7月末ぐらいに、ほら、林くんがうち、栃木のうちに遊び来たじゃん。 ああ、行ったね。あの時は何東京までバスで来たのバスで行ったかなあ、バスで行って、電車乗って、行ったんだ。そうそうそう。行った。うそうそう。その後にやった、えっと、独身なのオフ会も池袋までバスで来てたんだ。あ、バスで行った。あれは夜行バスか。その時さ、いくらぐらいだったの名古屋から。これね、今コロナだから今ね、ちょっとバスのその料金とかがちょっとわからんけど、 もしかしたらね、ネットとかでもっと安く買えたりもするかもしんねえんだけど、うん、当時だったらめちゃくちゃ安かったんだって。2500円ぐらいだったそうだよな。いや、うん、今調べてもね、確かにそれぐらいなのよ。うん、2500円ぐらいで行って、うん、逆に東京着いてから毎日に行くまでの方が高かったんだ <laughs> 電車代理かな。うん,うん、そうそう,そう。うこれがね、納得いかない感じだな。だお前たち結局、今度来るときに何でいやー、俺ね、ちょっと さすがにバスはきつい、まあそのコロナの影響もあってたけれど<ー>、嘘言うな、お前、コロナ関係ないだろ、<laughs> あのーうん、こいつせっこいから、お前もほんのせっこいから、<laughs> ちゃうね。<ー>お前はなんだろう、う別に普通に新幹線っていうか、飛行機でもいいんちゃうの飛行機なんて、だ、空港までが遠いんだもん、うちからだと。なんかお前あるだろう、なんかボが。で、去年は東京駅から、うん、まあその浜松の方を通って名古屋に行ったんだけれど。うん、はい。ああ、なるね。あのね、そっちだとね、1万4000円ぐらいすんね、うん、うちからだと、実家からだと。 ト新幹線。新幹線の電車ね。うん、うん、まあ、そんぐらいするか。<laughs> で、逆に、長野経由で、松本経由で行くと、1万1000円ということが判明したの、ね、よ、これ。やっぱ早く買うとさ、うん、割引があったりするやん。いや、でも電車って安くなったりすんのあ、なる、なる。あの、高速バスもそうだけど、2週間以上前やったりとかしたら、安くなったりとか、あるから、シ、うん、ーズンもよるし、あとそういう、 特に今、全体的に今旅行とかさ。そうなんだよね。うん。なんかいろんな落ち込んでる状態だから。からうん、今回その、なんだ、うん、高速バスとか深夜バスの旅の思い出っていう感じで話そうかなと思うんだけど。うん、ああ、なるほどね。林くんはその、うんうん、最高で、どれぐらいまで行ったことある、うん、その高速バスとか深夜バス、うん。ああ、俺は熊本だね、まず。あははは、そっか。熊本、うん、名古屋から熊本バスで行くっていうね。何回 <laughs> 見てる ?5000 円 500円ぐらいかな新幹線に比べればだいぶ安いよなでも、俺って結構パニック障害だったりとか、あの、やっぱ薬とかに頼ったりとかする部分もあって、<ー>なんだ、俺一時期そういうね、あの、バスとか、そういう狭いとこいで、長い、うん、恐怖だった時代ってあったんだよね、昔。まあそういったことはもう今はない、ないっていうか、まあ、なんとかなるんだけど、とにかく狭い。だけど、うん、今、 深夜バスとか利用するとなると、うん、コロナ禍だもんで、うん、ソーシャルディスタンスで、隣の席空いてたりとか、一つ置きとか、 そういう感じだもんね、多分かなりゆったりとして生きるとは、俺は思うんだよね。これな、あとまあ、その4列シートにするか、3列シートにするかが結構大きな問題でさ、まあ、当然4列シートの方が安いんだけれど、うんうん、完全にその隣同士になっちゃうから。いや、それないって今はもう、多分それは今ね。まあまあ、コロナでな、一、うん、個明かしになっちゃってるっていう話を聞いてるけど。それはもう、マジで、それは多分決めてると思うし、うん、だから多分そのバスもそうだし、もう、すべての交通機関に いるこことなんんだけど、うん、これは、ね、赤字覚悟でやってんじゃねえの今俺昔ねええー、と、うん、相模原から大阪まで4列シートの深夜バスで行ったことあんのよ、うん、大したことねえなそれ <laughs> そもそも相模原から大阪ってあるのバスこれがね面白いんだけど、うん、あの話感わかんないと思うけど、うん、枝ってわかるあわわかかるかる枝に、うん 高速道路のバス停があんのよ。ああ、なるほどね。で、もう直接枝駅からバーって上がってって、高速道路に設置されてるバス停があんのよね。謎のね、謎の。謎の。なら使ってんだろっていう。謎の高速道路にあるバス停な。そうそうそう。あれはね、俺もよくある。なんでここ止まんねんっていう時がたまにあるのな。そうそうそう。一人か二人ぐらいしかおらないそうだ、一人か二人なんで乗るやつ。大抵な。うんうん。それでね、昔、大阪まで行って、 んだけれどやっぱりでも、うん、俺はもうそれでちょっとこり降りだなっていう風に思っちゃったけど、うん、お前はねちょっと我慢い<や>する人じゃないないケツケツ痛くなってこねまずいやいやそんなこと言ったらもうケツ痛くなる仕事いっぱいあるで <laughs> まああのお前そ,うけどそんなもん競輪の人とか大変やだよお前ちなみにさ名古屋から熊本まで何時間かかんのよ、うんえー、夜8時20分ぐらいに出て、うん、熊本に着くのが、うん まあ朝のその4時とか8時とかなので、12時間の感じかな。い？寝れんのそんな、うん。うん。うん <laughs> 寝れるっていうかね、<laughs> ふわーって感じだよね。も俺も一応民材とか飲んで、たりとかしたから。うん、でもね、さすがにね、熊本まで、名古屋熊本間だと、うん、バスの中にトイレもあるんだよ、一応。あー、なるほどな。うん。だから、お酒飲んだりとかもできるから、うん、別にその正面したくなって、やばいやばいっていう、あるあるなんだけど、これ、あの、夜行バスで、トイレがなくて、めっちゃ暴行パンパンになるパターンであるんだ。<laughs> 基本的にあの、なトイレ休憩の時しか止まんない。 そうなんだって。だからトイレ<ー>まだかまだかよって思う時ってあるんだけど。これだからやっぱりトイレが設置してあるバスかどうかでまたかなり変わってくるよな。それは大きいよ。だからもう正直、もうお前が今新幹線とか飛行機とかバスとかよりも、 トイレついてるバスかトイレついてないバスかっていう方が自由やで <laughs> 確かに <laughs>、うん、それは大きいで大体、うん、俺のイメージだと、うん、東京から、まあ、名古屋、うん、大阪行く時に、うん、その最初に多分浜松とかの富士山が見える辺りで一回休憩するような記憶があったんだけどあ,あの三日ビインターとかだな多分、うん、なんかあのねのヤマハの楽器の展示してあるとこがあったりしてさでもさそれ林くんさ12時間バス乗ってて熟睡できないでしょう、うん、できるわけないやんそんなもん <laughs> まず倒せねえしいやいや倒せあれねまたね直角に寝るの大変なんだわだよな俺直角で寝るやつすごいなと思うあれ立っ,て寝 <laughs> 立って寝るやつよりすごいと思う俺まあ、してや横に誰かおったらほんときついわな、うん、ちょっと倒せるとだいぶ楽なんだけどねでも今は倒せると思うよ時期んかこれは今ああまあ後ろに人がいなければながっつり倒しちゃっていいんだろうけどああそうそう,そうだからこれはね、うん 別に新幹線とかみんなそうなんだけどね、結局。まあまあ,まあ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 。混む時期は混むし、盆とか正月はこれすら混むと思うんだけど、うん、だけど、やっぱ今こういうコロナっていうことで、やっぱりそういう、制限して、うん、ね、本来全員乗れるんだけど、乗らないっていう、今のこういうご時世だからこそ、バスを利用する。まあ実際空いてるしな、今な。うん。だからこれは別にね、新幹線でも今、今ね、グリーン車とかさ、ああいう乗る意味が分からん。うん 普通席で全然いいと思う俺、この間、ちょっとあれで、東京に行く用事があって、あの、うん、普通車のグリーン車っての初めて乗ってみたんだけどさ、うん、品川まで。うん、てか、それ意味ないだろ、<あ>今はもう。まあ、普通の席座れんだけど、ほら、初めてだったから、ちょっと乗ってみたいなと思った、うん、あの、ほら、2階建ての車両あるじゃん。うん、ああ、まあ、あの、湘南新宿ラインとかの。はい、あ,あるな。 これ、どういうシステムなんかなと思ってさ、あの <laughs> うん、ペリカをさ、あのスイカとかははあの上にかざすのね、あの席の上の上そ,そうすると<ー>あの赤の信号がその青の信号を見たく変わって、<ー>乗ってますよみたいなそのシグナルになってるみたいなんだけど。へー その時間は早くはなったりしないけど、やっぱりさ、うん、進行方向に向かって、座って、うん、当然さ、後ろとか誰もいねえから、もう、すごいリラックスできたから、良かったよね、うんな。まあ、これあるあるなんだけど、うん、あのー、深夜バスとかでも、うん、ちょっとでも多分、たって500円とか1000円ぐらいでケチろうとして、そのね、<laughs> 4人数は4人席か3人席かっていうので、あ,るあ,るあえて4人席にしちゃって、 ううわー偉い窮屈<な>振動って思よりは <laughs> ちょい高めでな。ちょい高めとか、あるいはもうなんだったら新幹線で、あと5000足してリラックスした方が、で、結局向こう、現地着いて早く着いちゃって、朝早く着いちゃって。それなのよ。そう、泊まることのなく結局満喫でお金払って、<laughs> おい、結局なんだろう、まあ、俺の交通費超えとるやん、みたいな。<laughs> いや、これがね、実は、 足利の隣町の桐生っていうところから名古屋まで直通のバスが出てんのよシルクライナーっていうあはいはい、うんうん、でそれはもう深夜に1本しか出てないんだけど、うん、そっちにさあそう5時に着いちゃうかよ時に着と結局そういうことなんだよな林くんが言ったように5時に着いたところでやることねえからその寝かェとか空、うんはいてる、はい、店に入るしかないんだよね、うん、まあ俺の場合熊本とかだった時は熊本やっぱその の、仕事終わって会うのが夕方だったりするわけよ。ああ、はいはいはい。だから、朝早く着いて、夕方まで何すんねんって感じになるね。どうやって時間潰してたの、うん、満喫だよ。<laughs> <laughs> 金使っちゃうんじゃんな、結局、そこで <laughs>。いやー、でも、熊本まで新幹線すべて利用すると。めっちゃ高いでしょ。3万が超えてくぐらいの気はあるから、下手したら飛行機行った方が安いんちゃうかいやいやいや、今だったら名古屋、熊本だったら飛行機の方が安いよ、絶対。うん。だから、深夜バスプラス、満喫の方がやっぱ、ねうん、まだ安い。まだな。うん。 うーん。そこれなんだよね。うん、早く着いたんだったら、熊本観光すりゃいいのに。そう言うけど、そんな熊本観光する気ならんって。<laughs> いやー、これまずね。バスで疲れてな。これまずいろんな意味ある。まず朝早く着いてっていうのもあるよ。それじゃなくて、一人で一個降りるわけじゃん。連いそれんちに。だから、これ、例えばね、誰が彼女とかさ、友達とかね。うん、団体だったら、うん、 レンタカーでも借りて、海でも行くかとかさ、なんかそういうことできるわ。なるけどね。なんか、一人だとさ、うん、もうそんな気も来らへんのよ。もう一人でガラ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 ってさ、引きずっとるさ、荷物も何、何 <laughs> めんどくせえしな。か荷物カーも持っとるわけやで。<ー>結局、夜のは満喫でぼーっつのが一番。<laughs> <laughs> なんかな、うん、熊本まで行って、ってのもわかるんだけれど、まあ、気持ちはわかるよ。そんな、その、もう、動き回りたくないっていうのはあるよな、荷物も。そうだね。これ多分,分、わか、うん、年齢もあるかもしれん。俺<ー>がまだ、ね、20代とかだったら、うん、ちょっとまだ時間だから、どっか行ってみようみたいな、気になるかもしんないし、ちょっとそれはわからんだけど、 最近は終わりくもって言ってないんだけど、やっぱコロナの後は。うん、はいはいはい。いや、だからこれはね、マスカ君今回どうするかなあと、うん、前は前来た時に車で来たあ、ん<車>あの時はね、車で6時間かかったから。あのね、これね、<ー>俺は名古屋から自分の車で、 熊本まで行った時あったのあ,あ、それ俺初めて聞いたよいやーね何時間ぐらいかかんの、うん、?12 時間ぐらいかかんのいや、これがまた俺はね、そう打つだから、とか病気だっていうのもあるから。<laughs> その時はだから、そう状態だったんだろそう状態で行ったんだけど、やっぱ、うつになるんねん。<laughs> なってね、るから。<laughs> もう滋賀、滋賀県に入ったぐらいからうつになってきてよ、俺。<laughs> そりゃ、そうだろ <laughs> いや、もうね、どうしようと思ったた薬飲んで、ちょっとうわーってなって、でもその時に、<ー>例えば広島のさ、原爆ドーム行ったりとかさ、 うん。それでもさ、まだ行きはいいじゃん。帰りがめっちゃだるいでしょ。あのね、これ帰りね、地獄だったね。だよな。あと俺ね、薬がね、なかったんだよ、もう。帰りの分。で、次の日の夜かなに、俺が誕生日で、俺飲み会があったの。俺の誕生日会があったの。で、それまでに一度も帰らなきゃいけないっていう状況で、俺ね、もう豪雨とかめちゃくちゃ雨降った日、あの、確かさ、 あの、九州でさ、あ,<ー>あの、広島とかで、雨がもうす,すっごい雨降った時あったね。あ,あの時、あの時や。<laughs> <laughs> あの時にもうむっちゃめん振っとって、あの時に、俺も今もうよく帰れたなと思って、また後ろの車とかトラックとか煽ってくるんだもん。まあ,ゃあ<ぁ>豪雨の中、精神病の俺が、うん、後ろから煽られるっていう最悪な状況、広島とかで。これさ、<laughs> 俺もだから名古屋に行った時に、うん、もう行く時とかさ、そのサービスエリアとか入って、そのインスタとかに写真上げたりするぐらいテンションは <laughs> 高かったんだけど、も帰りはも、うん そういう気分にらなんねえじゃん。一<ー>回通ってるし。ねえねえねえなれる早くらい帰りたい,と,い、ね、に <laughs> とにかく早く帰りたいっていう気持ちだから俺ね、これ覚えてるわ。<ー>大阪まで一号,号、二号二号線かなとりあえず、あの、あれは。一番大きい国道は、ね、下道で走った下道で行ったの下道で行ったんだすっげえな。トラックのうんちゃんじゃんも、もすごいやろ。で、帰りは俺まあ一応ね、下道行ったろうと思ったんだけど、<ー>もうあかんと思って。 <laughs> もうあかん、<laughs> もうあかんわ、これ。高速乗ろうとこれこ。あかんと思って、高速、大阪から高速乗って、<ー>一気にぶっ飛ばした帰った記憶ある。快適だったろ。うん、高速乗った瞬間快適っていうか、もう何ちょっとね、俺半分パニックになってたから、<laughs> ほぼ記憶にない。 もうさ、そう、うん、そういう状態の時ってさ、うん。1分でも、10分でも早く帰れたら、ちょっと高くでもお金出しちゃうよね。出 <laughs> もういいお金とか関係なくなってくるもんね。すげえわかる。<laughs> あのさ、結局ね、人間って切羽詰まると、<ー>もうね、 はい、早く帰りたいになっちゃうから。お金より時間なんだよね。なん、なるから。まあでもこれはね、もう本当にそういうのんびりして、旅を楽しむっていうかさ。行きは、ちょっと鈍行で行って帰りはもう新幹線で帰ってくるっていうのが本当はな、その精神的にはいいんかもしれないけど、その。だから俺はだから、行きはまずね、まあ値段とか厳しいんだわ、い行きはバスで帰りは新幹線っていう手も使えるよな、自家用車は。ゃなだけだよな全然全然。もう全然自家用車はほんに自分で運ばなきゃな 回収しなきゃなんねっていう,そう,いうて、そういうことなんだって、んそれがかだからそれでやっぱりもう自分の車で名古屋行く気なくしちゃったもんね、ーんカーシェアリングみたいな感じで、名古屋で乗り捨てて、名古屋からい回収しなくていいやつね。うんまあ、あると思うんだけど、まあそこまでする必要あるかっていうのもあるんででもカーシェアリングで車借りて、自分でガソリンとかその高速代払うんだったら、バスより高くつくぞ逆にそうかもしれない、ね、そうそう、自家用車じゃないと。 まあね、何人かでみんなでワイワイしていくんだったら、あそ,うそうそう、大人数でいくんだったらね、割り込んでやすくなるかもしれないけど。ここはね やっぱり、一人で組んだと、やっぱり高速バスが一番安いことは安いね、コスパで言うと。うん。その時間だけがちょっと、その大変だけれど。ね、でも、お前そんなさ、せっかく、これってなんて言うんだことわざでもよく言うけどさ、うん、あの、銭入しないみたいに言うやん、なんかあれんだああ、安物買いの銭入しないか。安物買いじゃねえだろ、だって。安物買いだろい、結局そういうことだろう。いや、言ってることでしょ。<laughs> 安物買いの全輸しないみたいな感じでバスで行ってきながら結局向こう着いて早くついてカプセルホテルとかさ <laughs> 確かに満月に泊まっちまったみたいな<こ>を足したら結局飯とか食って結構うかっお前でもあれだよな、うん、今回光回線が入るってんで俺がいろいろやりこっつってのにずいぶんふざけたこと言ってくれるよな俺自分で自腹出していくのに <laughs> だってお前名古屋来たって言うけど、まあ、来ただけだからな、まあ、今まで一瞬いたっていうだけだからな<や>お名古屋でどこ行ったまっ、あ、って言って言一言も言えんだろ俺のチームでしか言えない 長くてしか言ってねえの、逆に。これでもな、な往復で、うん、ま、片道1万1000だから、往復で2万2000だから、その2万2000を払った分、 の楽しみがないと。いやい,やいやお前ね、それね、<laughs> そうやって自分の活動ができるんだで、ね、<laughs> そこはなんだろうな、個人でまた動画撮ったりとかさ。いや、これね、コロナじゃなきゃ、うん、もっとそういうことやってもいいと思ってたんだけど、いや今回ほら、<今>あんまり名古屋行っても観光できねえなと思ってるからさ。うん、で、まあ、以前ね、その、藤ヶ丘周辺とか、うん、えっと、松本旅行の動画を出した。 でも今思うとあの頃の子って今は考えられんな,な<あ>ってうなうなんだかさ、うん、もっと遊んどきゃよかったなって思っちゃうよなこういうことが起きるとなこは、ね、だからこれ多分みんな思ってんじゃねもっと旅行しときゃよかったってみんな思ってるよな そうだね。これ旅行だけじゃなくてもそうだね。<ー>これはもう、ああうでも、人生全般に言えるんだけどな。うん、絶対その、後から後悔するっていうね。あの時もっとこうしてもかったっていう。い <laughs> だって今、例えばね、お前が多分夜中に来て、夜<ー>店に入ったとするわ。 みんなマスクとかしてるんですか <laughs> そういうことだよな、ね。いや、に来たの俺みたいな,ないや、だからね、これ前回な、俺の探戚がなければ、うん、夜の街も行く予定だったんだけれど、それができなくなっちゃって、<ー>で、まあ、今年入ったらもうコロナでできなくなっちゃったっていうね。ももうん。かこれもね、運命だよね。運命だよ。やるなってことだよ。<部>そういうことそんなこと言ったらもうみんなそうだけど、<laughs> 何がいいのか悪いののかかか悪わらな今回だからね基本的に林くんちの部屋で、うん、ただ二人おっさんが顔出ししながら喋ってるっていう動画をポンポン撮っていこうかなっていうねそ,、うん、それでいいし、まあ、お前は来たら来たで、うん、自分なりに楽しみはいいんじゃねえの名古屋をちょっとね、うん、そんな感じで予定してるんでまたそのうちねその動画を出せると思うんでねまあお楽しみにしていてくださいっていう感じで今回はね、うん、まあちょっと今は厳しくなりましたけど、まあ、深夜バスの旅の思い出の話をしてみます ア朝カーズですサブチャンネルもやってます朝カーズのラジオ別館朝カーズのビデオと猫で検索してください説明欄にリンクもありますのでよろしくお願いします林刑事です段階人へなうっていうチャンネルもやってますんでぜひ検索してみてくださいよろしくよろしければチャンネル登録お願いします